上越信号場は北海道上川郡上川町あざ上越にある北海道旅客鉄道赤北本線の信号場である。電報略号は巫女。かつては駅として設置されたが現在は信号場として運用される。当信号場は旭川門別自動車道から見ることができる。付近の住民が全ていなくなってしまったため。 1975年12月25日に廃駅となり、信号場となった。しかし、その後も仮上降場として、しばらく旅客の取り扱いがあったとされ、宮脇春蔵の著書、時刻表2万キロなどで廃止後の当駅に列車が停車する描写がある。なお、当信号場は標高634メートルで、現存する北海道内の停車場では最も高いところにある。 保線詰め所となったかつての駅舎1977年の上越信号場と周囲約500メートル範囲。右上が円軽方面で赤北トンネルが見える。千鳥城にずれた相対式ホームがまだ撤去されておらず、かつての駅舎横の上川側に貨物ホームのあった跡が白く残る。ここへの引っ込み線は保線用として残されている。 両分岐点にスノーシェルターはまだ設置されていない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成2000あり列車交換が可能。2000とも両方向に出発信号機があり、同方向に向かう列車同士の追い抜きも可能な構造である。奥白滝方に側線が1本あり、分岐器はスノーシェルターで覆われている。 奥白滝信号場方作業員が歩く、峠の上川側の途中である、ルベシベ川と山に挟まれている、道路と川と森林のみである。ありがとうございます。